どもの作文というてか作文を指導してるわけですけども、子どもの作文指導でまあいくつかポイントがあるわけですけど、その第一はやっぱりそのベースにあるのは正しい日本語といいますか言葉能力なんですね。ですから例えば日頃ですね、僕行く学校あった、プールあった、というような喋り方をしていたのでは、これはそのベースとなる作なんて言いますか、高校の言葉能力というのがないわけです。いいよ、それはあなたたちに書きなさい。今ではね、だけどね、ですから例えばそれは子供に対してそれで映画をお父さんお母さんが話しかけられるときに、漫画だとほらほら、帽子持って、バス来る、バス来る、バス乗って、こういう言い方ではダメなんです ね。もうすぐバスが来ます、あなたは外に立っていいですよ、バスが来ますから外で帽子をかぶって待っています、バスの先生が来たら挨拶をきちんとするのですよ、あなたはハンカチを持ってますか、ティッシュペーパーを持ってますか、というような言い方できちんと言い切ってやる、そういうそのお父さんお母さんの言葉能力って言いますか、言葉があって、いわゆる使い方がですね、子供の国語能力のベースになるというわけですね。まあ、それがないと、いわゆる作文というのが、子供の学習から有利してしまうわけです。いわゆるその日常的に使っている言葉と、それから、実際、作文で書く言葉とあまりにも違いすぎる、落差がありすぎるわけですね。で大変子供は戸惑うと思いますね。私もそういう経験どっかにあるんですけども、記憶があるんですけどもね、私の場合はですね、岐阜の、田舎の方で生まれたもんですから、こういうんですね、アユのことをアユって言わないで、ですね、でいい味っていうのをええ味やなもってこう言うわけです。だからこのアユはいい味ですねっていうのをですね、このええはええ味やでもこういうから、ええ味やなもってこう言うくらいですね。だから私は聞いてわかるんですね、この A は A 味やなもって、この I はいい味ですねって言うんですけども、それをこの文字で書けてても書けないんですよね。この A は A 味やなもこう書くわけですね。ですからどっかに遠い記憶の中にね、作文を書くときに苦労した記憶がちょっと残ってますね。これは言葉というよりも発音の問題ですけども、ともかくもそういうその言葉その言葉能力というのがベースにあるかないかによって、子どもの作文能力というのは決まってくるわけです。それでじゃあ今度は作文を書くときにどうかというと、今度は考える力なんですね。いわゆる文章って技法としてのそのいい、良い文を書くというのはその次のステップでして、その前にまず考えなくてはいけない。その日頃そういう考える習慣があるかないかということなんですけども、考えるということはそれ自体が苦痛を伴うわけです。苦痛を考えること自体に苦痛を伴うんですね。それは難解な数学の問題を前にした時の苦痛によく似ている、あるいは寒い朝にジョギングに行く時の、もう年でやり始めたら最後まで一回完成させなきゃ、そんなことを投げていかない、これくれたの、今心に決めたそのページをとにかく完成させるまでやるんだよ。そういうその苦痛を伴うんですね。ですから考えることを子供にするにはどうしたらいいかですけども、簡単に言えばお父さんお母さんが日頃から考える癖があるかどうかということなんですね。例えば子供は何かを質問したとします。でお父さんお母さん知ってることはペラ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 、これじゃいけないわけですね。やっぱり子供は何か質問したら、やっぱりお父さんお母さんも実はその中に出てる言葉が、子供は何かを質問したら、それはねという形でできるだけその通俗的な情報に流されないでですね、一生懸命子供の立場でものを考えてあげる、それがそういうその習慣づけていますか、それをするのは実はお父さんお母さんなんですね。いわゆるよく考えてものを言うというその姿勢を見せていく、そしてその考えることによってまたその今までに知らなかった新しいことを発見していくというそういう姿勢を見せていくわけですね。よく日本では情報の量が多いことイコール頭のいいことというふうに誤解しますけども、それは誤解ですね。例えば彼らの国語ですね、2人勝ち2、3が6、
日が8でペラペラと幼稚園の子もいますけども、言う子もいますけども、だからといって数学の能力があるということにはなりませんよね。ですから情報と思考の深さというのはこれは別問題ですから、まあ、要するにこのあっとこの上にカメラを燃えてしまうんですけど、よく考えるという習慣は親が子供に引き出してせきを払ってダメだぞというようにを与えるということですね。まあ与えてその辺にこっちに注意がいったもんですから、自分の日本はおかしいですけども、とにかく考える習慣を与えていく。そしてその上でですね、今度は作文ってことになってくるんですけども、一つ皆さんお気づきじゃないと思いますけども、作文の時大切なことは早く書くということが、一つのポイントになってくるわけです。丁寧にきれいな字を書くということも大事ですけども、作文ってことになりましたら、もう頭の中にひらめいたことを、あるいは考えたことをさーっとこう文字にしていくということですね。ですから、早書きの練習といいますか、筆者ですかね、を書き写させるっていう、訓練が大変有効というか効果がありますね。で、私は実はですね、書き写し筆者については力を入れてるわけですけども、これはどうしていいかというと、もちろんその正しい日本語を学ぶとか文章の書き方を学ぶわけですけども、一つのこれは具体的な方法ですけども、大きな書店行きますとね、例えば小学校の使う国語の教科書がずっと揃ってるわけですね。で、個々の教科書っていうのは非常に吟味されてますし、内容もいいですね、もちろん。それで値段が安いってことです。で、もし本を買ってあげられるってことで書店行かれてね、今日うちの子なんか本買ってあげようかっていうふうに思われましたら、教科書を買ってあげられるといいですね。教科書コーナー行って、例えば2年生であれば3年生4年生の教科書は自由にもう読めますのでね、読むだけだったらね、あるいはその読み聞かせであれば3、4年先の本でも構いませんのでね、2年生の子供だったら4年生5年生の本を読んであげて十分理解できますので、読み聞かせであれば学年上を飛ばすと、教科書を読んであげる、あるいは教科書を書き写させるんですね。で、漢字なんか難しい漢字がありますので、それは読んであげて、それはひらがなで書いていいよというのを指導はしますけども、2年生であれば3年生ぐらいの教科書を原稿用紙に書き写させる、そういう訓練をやるんですけども、これも毎日その1時間も2時間もやっても意味ないわけですね。 2,3 長期に15分とか短時間でやる、短時間で早く書くという練習をなさるといいと思います。こういう諸々の要素が積み重なって、作文能力というのが上にできてくるわけです。もちろんそれには常識的なものの考え方であるとか、いわゆるその現実的なものの見方であるとかという部分も加味されてくるわけですね。ついでに言っておきますけど、子どもは成長とともにそれまでの幻想的な世界から現実性を持ってくるわけです。この現実性を見ることによって、その子どもの精神的な完成度を見ていくわけですけども、例えば作文書いてごらんって言った時に、ゴジラがやってきてビルを吹っ飛ばして口から火を吹いて、だってそんな作文っていうのは、そういう、それは別の世界の話でして、作文としては評価できませんね。ということで子供の作文